あのシーボルトも当時のお隣さんの印象を伝えています。お疲れ様です。パーソナリティのほのかです。今回お伝えする話題はこちらです。江戸時代と李朝時代を見てみると、当時の外国人が伝える歴史の真実、隣国のネット掲示板に江戸時代 VS 李朝時代写真で比較と題したスレッドが立っていました。スレッドには江戸時代の日本と李朝時代の隣国の写真が並べられ、比較して掲載されていました。写真には当時両国を訪れた欧米人から見た国の印象もそれぞれ書かれ、客観的な事実として当時の様子を知る手がかりとなります。隣国人はその写真を見て驚きの反応を感じたようです。早速ご紹介していきましょう。外国人が伝える江戸と李朝の様子。掲示板には日本の江戸時代と隣国の李朝時代の写真を並べて、それぞれの国を訪れた外国人の印象が紹介されていました。まずは李朝時代の印象から見ていきましょう。1895年に李朝を訪れたイギリス人ランドーは隣国人について次のように記しています。李朝のすべての人たちの顔に苦痛でやつれた悲しい表情が見られることは実に痛ましいことだ。人々は気だるく憂鬱そうに横たわり、明日の自分たちの運命がどうなるかもわからない。誰もが政府の形態がどのように改変されるのかを気にしているが、あまりにも怠惰で自分の地位向上を図ったりしない。これが何世代にもわたって続いたのだ。写真には険しい顔をした李朝時代の女性たちが写っていました。次に江戸時代の日本の印象をご紹介します。日本人はいつもおどけて陽気、僕と親しい日本人が憂鬱な顔をしているのを一度も見たことがない。彼らは活気に満ちた会話や冗談が好きで、働くときは必ず歌を歌う。これは1811年にロシア帝国軍から千島列島の測量を命じられたワシーリー・ゴロブニンが記したものです。ロシア帝国軍の海軍軍人であったゴロブニンは国後島で幕府役人に捕らえられ、1813年までの2年3ヶ月を函館で幽閉されていました。そして幽閉生活を綴った本「日本幽州記」を帰国後の1816年に発行しています。日本幽州記には日本について人口が多く、聡明で感受性が強く、模倣が上手で忍耐強く勤勉な、この万事に長けた国民が外国のものなら何でも模倣しようとし、我がピョートル大帝ほどの君主を抱けば、日本が持つ能力や不言と相まって、この国民は数年のうちに東洋の王者となるであろう、と日本を恐れるような文章も記されています。次は半島の印象をご紹介します。この漁村の貧困さと不衛生さは驚愕するほどだった。人々は生気がなく寝てあくびをし、食べることを繰り返しながら怠惰で不衛生な存在であることに満足しているように見える。1904年に半島を訪れた英国のジャーナリストアンガス・ハミルトンは著書「朝鮮」でこのように記しています。ハミルトンは他にも次のように半島の印象を記しています。金を出すと言っても日中釣り船を出させるのは不可能だった。もっとも彼らは船も網も綱も予約されているわけではないことは認めた。原住民のこのような無関心な精神の結果として、日本人漁師たちが急速に沖合の漁場を確保しつつある。この怠惰で迷走的で不衛生な人々がすぐにも立ち上がらないと、自分たちの海域における水産業は彼らの手からすり抜けていってしまうだろう。ハミルトンはこのように記しています。またアメリカ人牧師であるギルモアは日本について次のように述べています。日本を旅行すると人々が持つ独特な活気に慣れていく。日本女性の目にはほとんど常に正気なる快活さが込められていて、楽しそうに輝いている。彼女たちにとっての生徒はまるで遊びやピクニックのように見えた。写真には楽しそうな着物姿の女性たちが写真に写っていました。当時の欧米人から見た江戸時代の日本と李朝の印象はなかなか興味深い内容でしたね。
このスレッドにはたくさんの隣国人からコメントが寄せられていました。その一部をご紹介します。隣国人の反応。李朝を訪れた外国人の中で李朝を称賛した人は一人もいない。民族性、地域性というのは理由もなく出てきたものではない。日本は100年が過ぎた今も笑った笑顔、私たちは100年が過ぎた今も怒った表情。捏造だと思いたくても写真と内容が一致しすぎて反論が不可能。近代化に成功していく時代と失敗していく時代の差。いかがでしたでしょうか。紹介されている内容について文章だけでなく当時の写真も合わせて見ることで納得するようなコメントが多くありましたね。それでは日本人の反応もご紹介します。日本人の反応。なんで隣国人は今ある文化だけでも大事にしようと思わないのか不思議だった。茶道にステンレス水筒を使うとか、白チマチョゴリよりその頃なかった色付きばかりを着るとか、劣等感からだったんだね。日本にはこうした外国人によって調査確認され残された当時の資料がたくさんあって誰でも見ることができる。それなのに資料と全く合わないデタラメを言い放っては、それを根拠に日本に悪質な言いがかりばかりつけてくる。ろうそく革命でムンムンという偉大な指導者を保有し、アジアで他を寄せつけない民主主義を手に入れたんだからよかったじゃない。今が幸せなんだろ。国がいくら歴史を歪曲して隠そうとしても、一度ネットに出た事実は着実に隣国人にも浸透しているのを感じるな。昔の記事とか見るとそんなはずないみたいな感想が多かったが、最近は事実を受け入れている人が多いようだ。日程時代を否定すると李朝時代を振り返ることになり、李朝を肯定すると隣国を否定することになる。隣国人の長年のジレンマであり、反日の根源でもある。先進的な半島が通信誌で未開な日本に先進文物を伝えたという嘘の歴史教育を子供にする半島人。いかがでしたでしょうか。常日頃から我々が起源だと主張している隣国に対し、なぜ今ある文化を大事にしようと思わないのか疑問に思うコメントもありましたね。スレッドに載せられていた江戸時代と李朝時代の写真と文章はここまで違うのかと思うほど大幅に違うものでした。ただそれぞれの国をそれぞれ別の人物が語っているので、ここまで印象の差が開いてしまった可能性もあります。そこで次は、江戸時代に日本の蘭学界に大きな影響を与えたオランダ陸軍軍医であるシーボルトが見た日本と隣国の印象を見てみましょう。同じ人物がそれぞれの国のことについて書いていたのなら、もっと説得力があるはずですよね。それではシーボルトの著書「日本」に載っている江戸時代の日本と李朝時代の隣国の印象を見ていきましょう。シーボルトが見た日本と隣国。シーボルトは1796年にドイツの医学者の家に生まれました。医学を勉強し大学を卒業したシーボルトはオランダで陸軍軍医となり、オランダの命令で日本に行くことになりました。シーボルトは医学者、博物学者、日本学者であり、1823年に来日してから1829年のシーボルト事件で追放されるまで日本の蘭学界に大きな影響を与えた人物です。シーボルト事件とは、シーボルトが日本調査のために集めた品の中に日本地図、葵の紋付き着物など当時の日本から持ち出すことを禁止されていたものが見つかったという事件です。長い取り調べで関係があった人々は処罰され、シーボルトは二度と日本に来てはいけないと国外追放されました。シーボルトはその後オランダに帰国すると、日本についての研究書である日本全7巻を刊行。また日本の動植物を紹介する日本動物誌、日本植物誌なども執筆しています。それではシーボルトが記している日本と李朝について見ていきましょう。まず日本ですが、著書「日本」には日本の印象がいろいろと書かれています。
博物学の知識を少しは持っていた旧人に、ヨーロッパ人が日本で集めることが許されている天産物のコレクションやその他の珍しいものを見せて、私の関心事に彼を引きつけておいた。日本人特有の知識欲と自然の珍しいものに対する愛着とは、ある秘密の目的を私が遂げようと努めていた時にはいつも役に立った。日本の国民は小さい町の中でもしつけの良い従順な多数の家族に比較できる。長老、高官や大名は自分たちの家族のことで耐え難い心痛を覚えることがヨーロッパではよくあるのは遺憾に耐えないが、日本ではそういう懸念は滅多になく、彼らは子供を家庭で教育し、あるいは学校で勉強させる。このように日本に対する印象が書かれています。日本には他にも山の斜面に階段状の畑を作り上げているが、これは注意深く手入れされた庭園と同じで、旅行者を驚かす千年の文化の成果である。日本にはヨーロッパのように計り知れない富を持ち、半ば飢え衰えた階級の人々の上に金券を振るう工業の支配者は存在しないと日本人について書かれています。シーボルトはシーボルト事件により日本から国外追放されましたが、その後日本が1854年に開国し、オランダとの間に通商条約が結ばれた際、追放令が解除されました。そしてシーボルトは1859年オランダの貿易会社の顧問として約30年ぶりの再来日を果たし、そこから幕府の顧問にまでなってしまいます。追放令を受けてもなお日本に再来日するとは、シーボルトの日本に対する感情がうかがえます。一方、著書「日本」には日本のことだけでなく李朝のことも書かれています。シーボルト自身は李朝を訪れたことがなかったのですが、長崎で実際に半島人漁民と会ったり、日本人から半島人のことを聞いていたようで、半島人の印象について日本と比較して記していますので、その一部をご紹介します。物腰からも日本人や中国人よりエネルギーと戦闘的精神を強く放射している。しかし精神的教養と生活の洗練という点では半島人は同じ階層の日本人よりかなり劣る。また我々が一番低い階層の日本人を見ても、感心する共同生活におけるあの巧みさや高いレベルの暮らし方も半島人にはない。彼らは正直忠実で人が良いということであるが、彼らを清潔親切だとして褒める気はあまりしない。李朝の工業技術は隣国の中国や日本と比べてずっと遅れているように思う。木工は断然と言って良いほど遅れており、陶磁器の作りはひどく粗末である。鉄器、特に刀その他の刃物は価値が低い。しかしその他では非常に美しい光沢の絹物、繊細な馬毛の編み物、持ちの良い綿布、優れた紙および老紙がある。半島人の印象についてシーボルトはこのように書いていました。シーボルト自身はおおむね半島人に好意的だったようですが、それでもこのような印象を持っていたようです。それでは当チャンネルの感想です。今回は江戸時代と李朝時代について外国人から見た両国の印象をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。先にお話しした掲示板の内容とシーボルトの著書には共通している点があると思います。もちろん両国とも良い面悪い面はあったと思いますが、多くの書物で似通った印象が記述されていたため、これが欧米から見た当時の両国に対する共通認識であったのかもしれません。当時の日本が勤勉と言われていたように、今の日本も精進していきたいですね。あなたはこのニュースについてどう思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてくださいね。なるほど、ためになりましたか？それではまた次の動画でお会いしましょう。